ラジカルビデオジョッキーを見ている皆さん、どうも。アーフラットオブサークル佐々木亮介です。俺たちアーフラットオブサークルは11月の7日に新しいシングルを出しました。13分間の悪夢というタイトルなんですけど、3曲リードトラックが入っていて、トリプルエメンっていう形のシングルになってます。3曲ともユニゾンスクエアガーデンの田淵智也さんと一緒に作りました。フラットオブサークルの新しいシングルだし、田淵節というかユニゾンスカイガーデンスタイルもちょっと入ってるっていう、かなり面白いシングルになってますんで、ぜひ聴いてください。あとおまけで CD の方にはフラットオブサークルのライブの音源も入ってるんですけど、まあ、俺たち12年ぐらいの歴史があるんですが、昔の曲とか、まあ、だから古いフラットオブサークルが好きだっていう人も多分楽しめると思うので、ぜひチェックしてください。でこれ出してライブツアーをやります。大阪も福岡も行くので、ぜひスケジュールをチェックしてライブハウスで会いましょう。よろしくお願いします。以上、アーフラットオブサークル佐々木亮介でした。